ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。私事で大変恐縮です。とてもびっくりしましたが、絶対お幸せな家庭になりそうだなと感じ、私もとても幸せな気持ちになりました。末永くお幸せにということで。すいません、こんな時期に私事のこと。いや、すごいよ、弾幕。ありがとうございます、皆さん、ね、おめでとう。いや、ありがとうございます。いや、よかったよな。いや、鈴村さんもね、あの朝のラジオの方でも触れて、うん、俺多分声優界トップ声を発しておめでとう言ったじゃないですか。時間的にそうですよ、ね、時間的に。あ、でも深夜に生放送やってた人いたらあれだけど。いやもうでもね、朝一おめでとう言った。ありがとうございます。朝のオープニングトークで言ったと。あ、もうあの聞かせていただきました。あ、それはそれハッピーや。ありがとうございます。さあ、そんな中ですね、はい、じゃあちょっとなんかスタッフが用意した映像があるということで、ちょっとこちらの映像をご覧ください。どうですか、見ましょう。 VTR 大回転、はい、弱いですか。弱い弱い。だっていいよ、ね、今日もそうですよ、夜遅くまでお仕事されるわけじゃないですか。本当に全然若いな。若いなこれ。え、そっかそっか。そういうふうにご期待に添えないんですけど、普通に目覚ましをご期待に添えないんですけど、マジで普通に目覚ましを。そうだったんですよ、こう間違ったんですけど、2017年ですけど、普通に目覚まし。なるほど、ね、2017年言うたら気にしましょうね、朝にはね。結構3年前で追いはしないんですね。なんかちょっと満足かなと思って。2017年やね、朝は弱いな。違います、逆に言うと、はいはい、それぞれ仕事のペースが違いますから、はい、また結構長くいじったな、これ。そうでしたね。そこって言う。いや、でも、でも、たまには、ちょっと明日、釣りに起こしてくれへんみたいなこと言って、はいはい、分かった、なんて言って、はい、で、次の日ね、はい、たまに起こしてくれます。ほ、はい、どうやって、お前が結婚した時覚えてる。徹底的にやるから。あ、こんなことありましたか。言ってたか。ありました、こんなの。捏造ですよ、こんなの。バカ野郎、お前。だとしたら、その CG 能力高すぎるだろ。もっとすげえ番組になってるうちの番組だとしたら、お前、予算めちゃくちゃあるんじゃねえかよ。結構前ですね、これ。若かったですね、お互い。俺もこんなこと言ってたんだ。若かったですな。いや、だってさっきも言ったけど、はいはい、俺が結婚したのは2011年ですよ。で、今2017年の映像。もう6年経ったやつをいつまでいじんねんって思ってるもん、俺なんか。いや、やっぱりでもあるわけですよ。その鈴村さんをいじることによって、その幸せのお裾分けっていうんですか、うん、そういうなんか不思議な雰囲気を僕らいつも味わわせていただけてたんで。そうですか。なんかやっぱ鈴村さんをいじることが皆さんへの幸せのお裾分けになるかなと思いましてね。ちょっとあの時はちょっとそういう意図がありました。なんなんそのちょっと防御壁張ってる感じの何かすごく守ろうとするその感じ。なんだ、別にそんなことないですよ、全然。マイク落ちるぐらい動揺してるじゃん。ボケツから落ちちゃいましたけど、はい、ちょっとだからまあ本当めでたい、マジで。でも結構おめでとう。いや、もう本当にね、本当にいろいろそういうのからお話していただいて、これは、うん、まあだからね、僕はそのマイナスさんからは実はね、はい、ちょっと早めに聞いてたんですよ。だからもうその発表の日ですか、はい、あのもうめっちゃドキドキしたもんね。いや、まあ、うん、そうだと思いました。いよいよ俺だけが知るところが、あの世界が知ることになると思って、俺がドキドキしちゃう。そう俺だけのドキドキがもうみんなのドキドキに変わってしまうと。いや、でもやっぱ変な感じでしたよ、僕も。そうで、やっぱりあの、うん、まあ、皆さんからありがたいことにご連絡とかいただくじゃないですか、うん、で、まあ、そろそろ、うん、まあ、じゃあそういう皆さんにちゃんと無事に伝わったかなと思って、うん、僕は自分のウィキペディアを開いてみたんですよ。なんかもうなんか手が早い人はもうそういうの編集とかするのかな、前のっぽいな、その動き。そしたらですね、うん、僕のウィキペディアのプロフィール画像が水木一郎さんになってて、うん、水木一郎さんがこうやってやってるのが前のドバーって出てきて嘘だろってなって、誰だよこんな適当な編集するやつって
なったんですよ。それでズコーってなったんですよ。水木さんが Z ってこれ多分間違いなく Z だったと思いますけど、あれはめっちゃおもろいな、その話。それはちょっとね、ちょっとびっくりしました。なんでやねん。ちょっと待って、だから俺は、はい、多分ここで与えられてる役には今はさすがにもう、さすがにもうない、もう治ってるでしょ、もう治ってるわ。いや、うん、俺があら与えられた役目は、はいはい、多分だけど仕返ししろなんだよこれは。あ、まあ、そういう意味の VTR でしょあれも。いや、そうなんだ。今日なんかもう始まった途端から書き込みがそれだもん、はい、待ってますよとか。それはでも僕は全然もうあの、うん、まあ、今日限りはもうそういうね、すずさんに聞かれたらもう何でも包み隠さず僕はもう言ってやろうかという覚悟で来てますから。いや、だこれは俺もだから今日ね、久しぶりにファミ通やるから、はい、これどうやっていじろうかっていうのを あらかじめ少しいやシミュレーションしました。あ、でも本当あの本当申し訳ないんですけど、はい、恥ずかしくてできないですわかります、この感じ。もう俺が照れちゃって、え、どうなんとか言うのもなんで恥ずかしくて聞けないもん。よくお前聞けてたんだそれ。いやいやいや、ちょっとあのね、無理やで、その明日どうやって起こしてんのとか聞いた、幸せのお裾分けってやつですよ。だから鈴村さんのその、いや、だから何を聞いたらいいのかな、あの本当難しいのよ。まあ、割とデリケートな、ね、ことですからね。何を聞いたらいいか分からんのよこれ。難しいよ。いや、難しいですよね。難しいと思いますよ、確かに。いや、結局なん、ああそうかそうか、カンペ出たわ、はい、朝起こしてもらってんの。ああ、これね、今だったら僕はね、もうあの方の気持ちが本当に分かりますね、うん、本当に目覚まし時計です。いや、だからそうじゃんか。結果そうなんだ。俺は別に、お、本当だ、この機会に俺の自分のことを言いたいけど、いや、もう逆に僕今日聞こうと思った。お前らがそうやって言ってくるやつが何人かいるけど、はいはい、普通に暮らしてることを返事してるだけなのに。いや、そう、いや、で、本当そうだったんですね。でしょ。だから言ってるやんけ。俺ずっと言ってきたやないか、もう普通のことだって。いや、なんかそうだったんですね、やっぱりね。だから俺もどこでほうって言えばいいかがちょっと難しいわけよ。はい、確かに。あ、じゃあ分かった分かった。メールが来てるから、そっち行けばいいんじゃん。もう何でしょう。すまさん、前野さん、こんばんは。こんばんは。はい、そして前野さん、ご結婚&お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私事で。ところで前野夫妻が発表した当日、はい、ツイッターのトレンドに前野夫妻の名前に混ざって鈴村さんもトレンド入りしていたのご存知ですか。そうなの。以前のファミ通で鈴村さんがマーヤさんにどうやって起こしてもらってるかという話になった際、ああ、お前が結婚した時覚えとるよと鈴村さんが言ったことを覚えていたファミ通ファンが、はい、鈴村さんの出番だ、鈴村さんの逆襲が始まるなどとツイートしたことでトレンド入りしてました。そうなんだ。いや、もうその時から期待してたんだ。すごいですね。で、私個人としても鈴村さんが実行する日が来ることを楽しみに待っていたので、今からどう鈴村さんが逆襲するか期待で満ち溢れています。ぜひファミ通ファンの期待を裏切らない鈴村さんのリベンジ楽しみにしてます。いやね、いや、もう本当俺これマジで感じてたのよ。どうやるんですか、うん、みたいな、ね、そうだと思います。いや、だ 俺もじゃあ本当信じて、俺はもうめっちゃ一生懸命考えた、どうやったらほうって言えるかを一生懸命考えたよ、うんうん、一生懸命考えた。いやね、でもね、やっぱどうやっていいの。なんて聞けばいいの。いや、ね、これやっぱそのね、鈴村さんってそうですね、あの、うーん、え、何聞いてたお前俺に。え、僕ですか。目覚ましのこと以外なんかしょっちゅうやってたじゃん。毎月やってたじゃん。しょっちゅうやってました。え、じゃあ例えば、うん、昨日何食べたんですか、うん、昨日は。あ、昨日はね、餃子を食べまして、はい、僕があの餃子を焼く係なんですよ、はい、で、僕は餃子焼くよって言って焼いたんですけど、はい、昨日は僕餃子失敗しちゃったんですよ。ほうほうほう。でちょっと焦がしちゃって、はい、でも焦げちゃったからこれはダメだねなんて言ったけど、うん、いや大丈夫だよ食べれるよっつって餃子を食べてくれました。いや、そんなね、仲睦まじいエピソード素敵じゃないですか、鈴村さん。いっぱい持ってらっしゃるじゃないですか、鈴村さん。
すごいですね。なんで俺がやられてんのやろな。いやでも素敵ですねそれね。違うわ。餃子失敗しちゃったんですか。どうやんの。いやいやいや、ちょっと待って、どうやるのかな。すげえな。じゃあ同じの聞いたら、昨日何食べたんですか。昨日はですね、一人でウーバーイーツを頼みました。いや、だって昨日ほうって言わせるやつやってよ。だって昨日一人でしたし。あ、昨日はい。一緒にゲームとかやるんですか。はい、一緒にですか。あ、でもやったりする時ももちろんあるとは思いますけどね。うん、はい。鈴村さんあるんですか。あ、やりますね。動物の森やります。動物の森をやりますね。一緒に株いくらっていうので。株の売買を今日結構いかったよって言って、じゃあそっち行っていいっつって行って、なるほど、買ったり売ったりしますね。ほいや、まあ警部くらいはね、確かに一緒にやられますよね、確かにね。ちょっと、いや、難しいですね。じゃあ分かった分かった、はいはいはい、俺は分かったよ。何ですか。俺はできないから、はい、メールちょうだい。はいな、はい、だからもう来月からもファミツやるよ。やりましょう。きっとやるよ。なんかの方法で。そうですね。でもだから、はい、ちょっとどう聞いたらいいか、ちょっとメールを送ってきて、はい、そうですね。こんな下手と思わんかったな。いやでもちょっとしばらくでもゲストに気象さん呼ぶのはやめましょう。あれは大変よ。あれは俺結婚した直後よく絡んでたけど、あいつほんとすごかったからね。もうなんか語尾マーヤにするぐらいの感じのいじり方してくるから、ね、ありましたね、そんな番組で。ずっとそれで来るから、あれはやばいよ。でもあれぐらいが来ないと俺は勝てないな。まあでもそのぐらい平和に通常放送ができる世の中にも早く戻ってほしいですね、本当に。そうだよな、うんうんうん、そう思います。ちょっとだ、はい、じゃあ分かった、はい、たくさんね、気象はもうあれしよう、リモートで呼ぼう。あ、もう最悪の場合できんだろ、ワイプかなんかにずっと出しっぱなし。確かにでも